ドラム以外の打楽器をもうパーカッションっていう雑な扱いで、いつも、まあ、裏方で徹してるんですが、それぞれ太鼓に名前がついてまして、今日それをご紹介したいなと思っております。多分あの皆さん酔っ払っていらっしゃるんで、もう今日聞いてもすぐ忘れてるなってあれ何だったかなってなるんでしょうけど、ちょっと、テックの機会ですから、お伝えしたいなと思ってます。この、ちっちゃい、楽器ですね、これがあのボンゴと言います。聞いたことあるなという感じでした。でこの大きいやつ、これが、パーカッションで一番メインの楽器になります。これがコンガっていう楽器ですね。でどちらもキューバ出身でございます。だからこれよくあのマンボとかルンバで必ず出てくる楽器ですね。で、ですね、パーカッションって言ったら大体もうなんかラテンみたいな感じになるんですが、大きく分けてブラジルものとキューバものというのがありまして、でブラジルものはサンバですね。でこれ と、キューバっていうのがマンボとか、ルンバとかになるんですが、これ全然リズムが違います。ですからブラジル出身の人にあのキューバの音楽やろうぜって言うと、まず楽器も持ってないし、なんだそれはっていう話によくなるんですね。だからなかなかそれが2つでできないといけないというこのジレンマに挟まれながらよくやらされるという楽器でございます。そして、ブラジルの楽器はあんまりですね、大きいものがなくてですね、細かいなんかちっちゃいものをちょこ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 やるものが多いですね。でこれがブラジルでよくやるシェーカーというやつ。これはもう本当シェーカーですね。カクテルのシェーカーと全く同じでございまして、でこれもでこれ、簡単に私捨てるように見えるんですけど、触ってみてください。なかなかこれが中の砂がですね、途中で反転したりしてこうなるんですねずっとこれでこれで僕喋ってるの結構拍手もらってもいいぐらいなのであとはですね、これが結構、音色は聞いたことあると思うんですけど、これアゴゴベルという、あんまり聞き慣れない楽器なんですけど、これもなかなか面白くてですね、これやってると結構小さい子が集まってくる楽器ナンバーワンですね。でこれもちょっと叩いてみたいと思います。これよくあるのが握りくめるになってまして、これが非常に難しい。ちょっとやってみよう。あんまり僕上手くないんですけど、すごいすごいっていう楽器ですね。これも大事なんだね。まあ、こういうのがいろいろありまして、パーカッショニストというとなんか非常に裏方なんですけど、実はこういった裏で結構地味に頑張ってるんです